今ちょっとね、冬の季節ではありますが、ほかほかの美味しいプララ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 ラ、それは違いますね。ほかほかのお芋、お芋、お芋だよーみたいなね、いただきますっていう感じでね。だいたい秋頃とか冬になってますね。あ、お芋、お芋、お芋だよーみたいな感じでね、ケータルだってね、お芋屋さんが来るんですね。で、最近だとね、ああいったそういったのはあんまり見なくなりましたけども、逆に今スーパーとかでもね、売ってます。なんか一番いいのはドンキのお芋屋さんっていうのがいいんだと。いうような話も聞いたことありますが、さあ、お芋、お芋、お芋だよと、こうやって石焼き芋ね、石焼き芋、お芋だよみたいなね、どんな感じ。愛のね、オーケストラで歌わせてもらったらね、多分豪華なお芋になります。オーケストラがね、石焼き芋みたいなね、オーケストラしてみんな歌ってもらえます。したらバンバンじゃない。それでね、このお芋ね、食べてて、やっぱりちょっと半額になってたからね、ちょっと当たりましたけども、ほかほかですね。まずともね、やっぱり石焼き芋っていうぐらいですから、石をこうたくさん集めて、砂利石みたいなやつね、でそれにもうその上に乗せるんです。で、買ってくれたお客さんのとこう袋の中に入れるんですね。あるいは新聞紙に包んでみたいな。これはまたいいんだよ。だから焼き芋の屋さんだとね、するとね、なんていうの、落ち葉とか集めて燃やした焼き芋、あれもまた美味しいんだけど、それを、なんていうのかな、こう、石で熱して、塩によって燃やしたときに石を熱する。石っていうのは、燃えないんですよね。で、まあ、これも、あれですよね。ミスタージップでやってますけどね。ミスタージップは本来は焼き、その時の会は焼き芋じゃなくて、他になんかステーキかなんかを作ろうというふうなのがあったんですが、まあそこのところにどうしてもその肉を柔らかくするっていうものにものすごく苦心したんですね。で、その時にたまたまその公園に焼き芋やってるのが冬の時期ぐらいだったんです。いたんです。秋ぐらいか。で、いたんで、今焼き芋屋だっておじさんにやってきて言ってもね、焼き芋なんか食ってる場合じゃねえよみたいな、そういう状況下になりかけてたんですが、まあ美味しいよっていうもんですから、まあ、騙されたような感じで食べてみたんです。で、そしたら美味しかったんですね。で、そんで、あ、これだと、その少年思いついたんですよ。焼き芋を、要するに焼き芋というのは家に石に熱してずっと長時間、このほら、柔らかい感じで入れてるんで、まあ、それを、やったら、いいじゃないか。それを応用して、鉄板の上に、ステーキを、焼くときも、ステーキを焼いた後、すぐ冷めてしまうと味が落ちるから、できるだけ新鮮なうちに食べてもらうために、その、砂利石みたいなね、焼き芋と同じようなところで、その鉄板の側に石を敷き詰めて、その石の焼いた上の中に鉄板の銀を置いて、そこの上にステーキをずっと置いて、そうすると、まあ、そんなに簡単に冷めない。誰もがちょっとやったことがないようなことをやったんです。そしたらそれが美味しかったんですよね。だから、ほら、意外と長いでしょ、これ。石で焼いてるとこんな長いですね。ね。で、こう食べる。やっぱり石で焼いたものとね、やっぱり違うんだよ。落ち葉で焼いた焼き芋っていうのもね、あれも美味しいんだけど、それも柔らかいんだけど、これもさらに柔らかいね。というのは、落ち葉で焼いた焼き芋っていうのは、時間が経ちましたね、硬くなるんですよ。芋ってね、冷えてくると。でもこれは、硬くならないあるよみたいなね、なんであるかみたいな、中国人はびっくりするかもしれないけど、石で焼いてるから、石の熱でも、そう簡単に冷めない。だから硬くなりにくいんだよね。だからずっと全体的に、焼き芋の芯まで、
火が通ってる。にしてて焚き火のやつも、まあ焚き火のやつだって芯まで火は通ることは通るけども、ただ時間が経つと、まあ、固まってしまう、硬くなるという弱点があったけど、これはね、ない。まあ、石焼き芋の場合は時間が経って多少ちょっと冷めかかってきてるような状況になったら、再度電子レンジに入れて温めるんですよ。1分から2分程度。で、そうすると温まるのね。ただこれ半額になってるってことはもう時間が経つなんですね。大体こういう石焼き芋のやつって大体、まあ朝昼、あとは夕方頃に焼くんだけども、まあそこからすると、夕方の5時ごろ石焼き芋にしてずっとしたのでも、全然そこから暖かさはね、まあ多少はちょっとこう冷たいなって感じになってるけど、本来だったらものすごく冷たいになってるんだね。でも5時ごろから焼いたやつって石に温められてるから、全然そんなに冷たくない、ぬるい程度だったんだよ。ぬるい程度だったから、まあ99円で半額で安くしても大丈夫みたいなね、硬くないあるよみたいなね、そんな感じだった。でもなかなかね、この甘みがまた違うんだよ。ほらこのじわっとしたこの甘みね、甘いんだよね。だから最近の今は種子島の薬もとかっていうのはもっとあのお菓子に使うぐらい甘いけども、まあさすがにあんの芋ほどではないけども、でも甘いことは甘いですよ。やっぱりこの芋を作るまでは大変ですからね。それでこう、食べると柔らかくてね、芋を食べてるなっていう、この感じですよ。なんかこれ懐かしいですよね。焼き芋を食べると昔あの落ち葉を詰めてさ、木を燃やしてね、だいたい秋頃になると落ち葉がさーっとね、イチョウの木だとかね落ちてくるんですよ。で、それがね道いっぱいに落ちてくると、まあ邪魔になりますから、まあそれをかき集めて、それで、ボッと燃やしてしまうんですね。そうすると綺麗に燃えるんだよ。で、綺麗に燃えてその中にこう新聞紙にくるんだね。あ、新聞紙の焼き芋をこうポンとこう入れるわけですよ。で、それが出来上がったのを食べると美味しいのなのってね、あれと同じくらい美味しいでしょ、これ。それを誰かがね、石焼き芋って考え出して、その焼いたやつを石の中に移せば、硬くならないんだ。そう考えたんですよね。で、美味しさも増している。これを考えるとしたら素晴らしいね。やっぱりね、石焼き芋だよ、うん、石焼き芋だね。このうまさ、いやー、いいね。日本人だねって感じだよね。だから海外の人からしたら石焼き芋の布を見てびっくりしただろうね。なんだこの石の中にあるものだと思ったら石焼き芋にしたんだよね。で、食べたら、オーマイガーみたいな、そんな感じだと思う。でもまあなかなかね、そういう、もうフランス人もイタリア人もびっくりするね、石焼き芋。なかなかこの美味しいんですよ。甘いねこれ、うん、甘くてトロッとしてる、これがいいんだよ、うん。まあ、これこのまま食べてもいいですね。あのお菓子に使っちゃったりとかね、料理に使っちゃう、まあ、そういう人がね、もうそれがまたね、美味しいんですよ。さて、こういう芋ってのは美味しいもんだからね。石焼き芋でも、とろ芋でもね、里芋でも何でも美味しいんだけどね。石焼き芋ってのは日本人がずっと考えてたもんだろうね。ある意味、テルマエロマエのね、兄ちゃんも驚くでしょうね。ね。知らない日本人がみたいな感じでバカにしておりましたけどね。でも
車いるのがもし石焼き芋っていうのをね、ね、どこかで見つけて、どこかの日本のどこかで見つけて、そのおじさんが食べたら、平たい日本人というものはこんなものを食べるのかみたいなね。これまでローマ人、ローマにはこんなものはないぞみたいな。ものすごい驚く。でもまあなかなかね、こういうものはね、非常に美味しくてね。いいなという感じでね、結構な美味しさと。甘さの、これもちょっとこの豊かな味。これがいいなという感じです。どうもありがとうございました。